三木くんが先行って言うんならちょっと考えますそうですね、まあ、これなら一番前が入ってるけ田村、山中、僕で一番前と三番目が入ってるぞじゃあ一番前がないって二分線ですか三分線ですか二分線でしょうね、うん、トドリッキーさんとさ、うん、もう、はい、もうですよね驚きだけでマックに重要なんだよね、はい、バック2本さん、はい、バック10本は山中さんで、はい、トドリキさんはマックが重要なんだけどバックが2本しかないよね、はい、その後ろの1個の数字そうですね、うん、こうあで今迷ってますね、うん、箱来るね3、6がどうするか、うん、箱来るねこれいやそうですか安倍さんがいやどっか一緒だったらよかったかな、うんそんなとこで、まあ、阿部さん来たら、まぐりごろですから、ね、それはやらないと思うよ。いや、まあ、それはよう分からん、その本人が決めることだし、僕らはもう前が任せとるけ、まあ、田村美咲君の先行で、山中君の袴取りで、僕がちぎって、あそこならね、ここ来られて、俺が出てて、いや、僕ちぎれて、で前は一着で、ちょっと一回買いやすいでしょ、でもう二人、広島で吹っ飛んどるけ。で先行しとるのに何でか6で僕が3番手でちぎれて7着